ニコラ・レオナール・サディ・カルノーは、フランスの軍人、物理学者、技術者で、仮想熱機関、カルノーサイクルの研究により熱力学、第二法則の原型を導いたことで知られる。ラザール・ニコラ・マルグリット・カルノーの長男として生まれた。少年時代から、水車のメカニズムなど、科学的な現象に興味を持っていたという。また控えめで、被写交的であったが、 正義感と感受性の強い性格であった。1812年、エコールポリテクニークに入学。1814年に、卒業後公務実施学校公陛下へと進み、儀士として活動した。1814年、15年のナポレオン失脚により、共和派の政治家であった父ラザールは、マクデブルクでの亡命生活を余儀なくされたが、サディカルノーは、王政復古家の軍隊に残った。 1819年参謀部の注意に任命されたが、間もなく休職し、パリやその近郊で芸術鑑賞や楽器の演奏などの傍ら、熱機関と科学の研究を行った。当時パリ工芸員にいた応用科学者のニコラクレマントも信仰を持っていた。1824年、火の動力及びこの動力を発生させるに適した機関についての考察を出版した。 これは、熱力学における画期的な論文であり、出版直後に、技術者のジラールにより、フランス学士委員で紹介された。その場には、ラプラス、アンペール、ゲイ,イコール・ルサック、ポワソンなど、当時のフランスの科学者が多数出席していたとされる。しかしその場では全く反響を得ることがなかった。1826年、兵隊に戻りたいとなるが、軍隊の生活を嫌い、 1828年に軍服を脱ぎ、熱機関と科学の研究を続けた。1830年、フランス七月革命が起こるとカルノーはこれを歓迎、研究も一時中断した。しかし政治に直接的に関わろうとはしなかった。カルノーと弟のイッポリーとカルノーのどちらかを貴族院に迎え入れる提案があった時も、世襲を嫌うなき父の立場を尊重し、弟と共に、 この提案を断っている。7月革命後は再び科学に没頭し、機体の性質などに関する研究を行った。しかしその研究途中の1832年6月、病に倒れ、同年8月24日、これらにより36歳の障害を終えた。死後、遺品は、これらの感染防止のためほとんどが焼却処分された。そのため、 カルノーの経歴や人となりを伝えるものは、わずかに残された彼自身のノート、そして弟のイッポリートカルノーが表した電気が、ほぼすべてである。ワットの蒸気機関カルノーが、火の動力でテーマに掲げたのは、熱の動力としての効率である。熱の動力としての活用としては、当時は蒸気機関が代表的であった。蒸気機関は、ジェームズ・ワットにより飛躍的に発展を遂げたが、 その熱効率についての確固たる科学的理論はなく、開発は行き当たりばったりに行われている面があった。カルノーは熱効率に限界はあるのか、そしてどうすれば効率を最大限に高めることができるのかを考えたのである。このテーマを考えるにあたって、カルノーは熱の動力という概念を使用した。これは父のラザールカルノーが使用した。 活性モーメントと同じ意味であり、重さと持ち上げられた、高さとの積で定義される。つまり現代でいう、仕事に相当する。カルノーはまず、熱から動力を生み出すのには、温度差が必要だと論じた。そして、熱が高温の物体から低温の物体へ移動する、ことで物体が膨張、収縮し、その結果として仕事が生み出されると考えた。カルノーはこれを、水車で、 水が高いところから低いところへ落ちることで動力が発生することになぞらえている。ただし、温度が変化するときに必ず体積の変化が伴うとしたのは誤りであり、また、熱が移動することで動力が生み出されるというのも現代から見ると正しくない。しかし、熱から仕事を生み出すのには熱を供給する高温の熱源の他に熱を取り去る低温の熱源も必要だとした発想は、 カルノー独自のもので大きな功績であった。カルノーは熱から無駄なく動力を得るには常に温度及び圧力の釣り合いを保った変化を行わせることが必要であり、またこのような変化を組み合わせたサイクルを逆に動かせば同じ動力で同じ熱量を組み上げる熱ポンプとして動作できると考えた。この可逆期間と任意の熱期間の組み合わせが永久期間にならないためには 火逆期間の熱効率が最大であり、その熱効率は熱源の温度だけで決まり、熱を伝える物質には依存しない、ということを導いた。これは、現在、カルノーの定理と呼ばれている。カルノーが行った誘導は、誤った熱量保存則に基づいていたが、カルノーの定理が正しいことは、後年ルドルフ・クラウジウス及びウィリアム・トムソンにより、示された。カルノーは、 熱機関の最大効率を生み出すには、可逆的な過程が必要だと考えた。そして、以下のような仮想的な仕組みを考案した。これは、カルノーサイクルと呼ばれている。火の動力系サイズこの過程で、シリンダー内の空気は A から熱をもらい、B に熱を与えている。つまり A から B に熱が移動したことになる。そしてその過程で、ピストンを上下させるという仕事を行っている。 仕事に使われる以外の余分な熱の移動はないため、これが熱期間の最大効率となる。また、上の説明では空気を膨張、圧縮させたが、カルノーの定理によれば、最大効率は熱を伝える物質には依存しないので、あるから、これは空気以外の気体、あるいは液体や固体でも理論的には構わない。なお、例えば随一の時、 A からシリンダーへと移動した熱が無駄なく仕事に使われるためには接触した時点で A とシリンダーの温度差は小さいのが望ましい。というのも温度差があると A からシリンダーへと移動した熱はシリンダー内の空気を温めるのに使われてしまいその分ピストーンを押し上げるのに使われる熱が少なくなってしまうからである。よって最大効率を得るためには A とシリンダーは 同じ温度でなければならない。しかし、戦術の通り実際には、温度差がないと熱は移動しないため、同じ温度では仕事は行われない。そこでカルノーは、両者の温度差は無限に小さいと定めた。こうすることで、等温変化のどの状態であっても、空気と A は同じ温度を保つ。そして熱は無限にゆっくりと伝わり、ピストンは無限にゆっくりと上昇する。 これは現在では純正的過程と呼ばれる手法である。さらに、カルノーはこのサイクルを逆方向に行うことで、仕事から温度差を生み出せることにも触れている。これは現在逆、カルノーサイクルと呼ばれている。カルノーは、火の動力において、他にもいくつかの気体についての法則を導き出した。またカルノーは、断熱変化の式も導き出している。 現在の熱力学においては、これらの定理のうち、および断熱変化の式は誤りである。は正しく、は、理想機体の場合については正しい。誤った結論が導かれたのは、カルノーが熱量保存則を採用していたことと、非熱の圧力依存について誤った実験値を使ったことが原因である。カルノーが火の動力を出版した年は、熱の本質は、 熱素という物質であるというカロリック説がまだ受け入れられていた。カルノーも、火の動力では基本的にこの説を取り入れ、熱素という表記を多く使用している。また、カルノーの理論の多くは、当時カロリック説の基本法則とされていた熱量保存則を前提としており、これを否認することは熱理論全体を破壊することを意味する。と記している。しかし、その分の直後に、 ちなみに、熱理論のよって立っている、諸々の原理は、なお一層の注意深い研究を要すると思われる。熱理論の今日の状態ではほとんど説明できないように見える多数の経験事実が存在するのである。と述べているように、当時の熱理論に全面的な信頼を置いているわけではなかった。火の動力執筆後に書かれた覚書では、はっきりと熱運動説に傾いている。 そして、ある仮説が現象を説明するのにもはや十分でない。時、この仮説は捨てられるべきである。熱相一つの物質、ある希薄な流体とみなす仮説は、まさしく可用な仮説である。と、カロリック説を否定している。その根拠としてランフォードが行った摩擦による熱の発生の実験などを挙げている。さらに、熱の仕事投了の算出も行っている。カルノーゾン明治。 熱は運動だとする説は徐々に広まりつつあったが、まだ完成された理論形態にはなっておらず、その点ではまだカロリック説の方に文があった。カルノーがカロリック説に疑問を抱きつつも、結局はカロリック説をもとに理論を組み立てたのは、こういった時代的背景が原因とも言われている。カルノーが生前世に出した論文は、非の動力のみである。戦術の通り、 生前は正当な評価を得ることができなかった。カルノー死後の1834年にエミール・クラペーロンは論文でカルノーを取り上げた。クラペーロンはこの論文でカルノーサイクルを図式化し、さらに解析的な表現を使ってカルノーの理論を発展させた。クラペーロンの論文は英訳、独訳されたが、この時点でもカルノーの名は一般には知られることはなかった。 カルノーの名が広まったのは、ウィリアム・トムソンの影響が大きい。トムソンは、クラペーロンの論文からカルノーを知り、1848年と1849年にカルノーの研究をもとにした論文を発表した。カルノーの研究は、トムソン自身の新しい温度メモリの考案などに大きな影響を与えている。の動力は1840年代にはすでに入手困難となっていたが、 カルノーが評価された後の1872年、雑誌に再掲され、さらに1878年には、イッポリートの手により、第二版が出版された。イッポリートによる電気や、覚書は、この時初めて収録された。覚書の全文が世に出るようになったのは、20世紀に入ってからである。カルノーの論文が出版当時評価されなかったことについては、原因として、 カルノーは、火の動力では数式を使った解析的な表現を行わなかったこと。カルノーは、フランス学士院などの当時の有名な学会に参加していなかったこと。さらに、カルノーが使った仕事の概念は、主に技術的な分野で使われていたもので、物理や科学の分野では、馴染みが薄かったことなど、いくつかが考えられている。 カルノーが正当に評価されるのには年月を要したので、研究、発表当時は新しい発見であったが、それが科学の発展には結果的に寄与しなかったものも多い。一方で、カルノーサイクルや純正的過程の考えなど、現在でも熱力学を学ぶ上で必須の事柄となっているものもある。また、カルノーの定理に代表される熱と仕事の関係性の研究は、 後の熱力学の発展に大きく寄与している。トムソンによりカルノーの論文が注目され始めた1840年代後半、熱研究の分野では、旧来のカロリック説から脱却し、熱は運動の一形態だとする理論が組み立てられつつ、あった。その中心人物の一人であるジュールによる熱の仕事等量の測定は、熱と仕事は同質のものであるという結論を導き出した。 しかし、これは、カルノーの熱は高温と低温がなければ、仕事としては働かないという理論とは矛盾があった。カルノー自身も覚え書きで、熱が運動だという考えでは、熱によって動力を発生させるときに冷たい物体が必要なのはなぜか、また熱くなった物体の熱を消費しながら運動を生じさせることができないのはなぜかを説明することは困難であろう。 と述べているこの問題を解決するために、ウィリアム・トムソンや、ルドルフ・クラウジウスによって生み出されたのが、熱力学第二法則である。つまり、歴史的に見ると、カルノーは、第一法則も確立されていない時代に、熱と仕事の関係性に、いち早く注目し、その研究内容は、熱力学第二法則まで踏み込んだものとなっていたことになる。そのため、カルノーは、 熱力学の祖とされることがある。物理学者であるエルンストマッハは、当時の数少ない実験データから的をいた原理を導き出したカルノーの研究に対し、そこには、一人の天才のこの上もなく心よい演技を見る感がある。彼は、格別の精霊もなく、こと細かいそして重苦しい学問的試練を指して、追いやしもせず、ただ、 ごく単純な経験的事実に心を向けることによって、いわばほとんどを浪することなしに最も重要なことを見通しているのであると評している。ありがとうございます。